思います。さあご準備よろしいでしょうか。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。VR テクノセンターとしましてコミュニケーションメモリシステム P3 ミニの紹介をさせていただきます。こちらのシステムの目的としましては高齢者の方と会話を行い会話の機会を作る、また継続するといったことを目的としております。これは会話を行うことによって認知症の対策や予防を目的としてこういう目的を持っております。また高齢者の方が家族に一人で外出してしまったことを早期に気づくためにそういったメモリ徘徊系センサーを用いたメモリということも基本として持っております。まずでこの会話についての機能について説明いたします。今度は機能としまして5つあります。まず対話モード、こちらは通常のように高齢者の方がロボットに対してお話しする、いい天気だねというような形に対してロボット側がそうだねという形で相槌を打つことによって会話を継続するといったことを行います。サイレントモードというのは静かにしている場合においてロボットの方から高齢者に対して何しているのとか遊ぼうよという形で声掛けすることによってそこから会話をスタートするきっかけを作ることを行っております。スケジュールモードというのはあらかじめ決められた時間、例えばお薬の時間であったりご飯の時間であったりそういったものをあらかじめ登録しておくことによってその時間になった時にロボットの方からその時間をお知らせする、これで高齢者の方に気づいていただきます。ステータスモードというのは緊急ボタン、このロボットの頭の方にボタンがありましてこのボタンを押す、もしくは助けてというような緊急のワードをロボットに伝えることによってロボットから家族のスマートフォンの方に緊急のメールを送ることによって気づいていただきます。お知らせいたします。最後に話しかけモニタリングモードというんですが、こちらはちょっと振りまして、トスと押しましてこのような形でスマートフォンから LINE の入力のような形で文字を入力いたします。例えば星の具合はどうという形で LINE のようにスマートフォンで入力するとロボットがその音声に従って腰の具合はどうという形で高齢者の方にお声掛けするということで任意の言葉をお声掛けすることができます。こういった言葉やさっきの対話の機能、お声掛け機能、スケジュールというのは全てこのスマートフォンによって簡易に登録、追加、編集が行うことができます。一つ戻りまして見守り機能についてお伝えします。こちらは今ちょっとこちら赤く丸を打った徘徊系センサーというのをあらかじめ玄関等に設置しております。このセンサーがもし高齢者が一人で外出をした時にそれを検知して家族のスマートフォン等にお知らせメールを送ることによって気づいていただくといった機能を持っております。では以上でこちらの機能説明の方を終わらせていただきます。